皆さんこんにちは。このね、暑いところ、ワイワイライブの方にね、お越しいただきありがとうございます。じゃあ今からですね、ワイワイライブ夏の部ですね、夏の部のスタートです。よろしくお願いします。オープニングを務めますのは、ハートランドスペシャルというね、東本町の、ミュージックバーハートランドねを中心とした、メンバーです。よろしくお願いします。じゃあ、最初にですね、いつもはですねフォーク酒場というね呼ばれている店ですけれども、フォーク中心にやってますけど、今日はね夏のこのクソ暑い時にフォークもなんですから、ちょっとね初めてドラムを入れて、いつもねこの3人でやってるんですけど、ドラムも含めてね、今日はちょっとノリノリで一発温めようかなと。皆さんのね、この後いろいろな、ね、バンドが出てますけども、その、前座みたいな格好でね盛り上げたいと思います。で、普段私がねよく歌ってるんですけれども、今回は楽しく、みんな一人一人、歌っちゃおうということで、一人一人ね歌っていきますのでよろしくお願いします。ではまず最初は、ベースのノブさんの歌からいきたいと思いますが、今日初めてでしたよね。なんか初体験です、なんか大学の時もバンドやってたけどハーモニーしかしたことないっていうことで、ちょっと声がひっくり返るかもしれませんが、すみません、その辺は目をつむってください。じゃあオープニングナンバー、セラーマソノリ&ツイスト引き金。ノブさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、懐
かしい、迫力のあるナンバーでしたけど、生ギター2本という、ちょっとねバンド形式のエレキがいないところがまた、ハートランドらしいんですけれども、続いての曲もね本当はかっこよくエレキでやった方が良かったですね。チャーの曲をね次やりますので、ちょっとアコースティックというのもねあれですけども、次はですね、ギターを担当して、うちのバンドのですね、音楽的、リーダーじゃないね、リーダー音楽を支えてくれて、アレンジもね、メジさんこと西野くんです。じゃあ、次の曲はね、闘牛士いきましょう。という、ね、曲でした、チャーがねあとこの後あんまり歌ってないですよね、最初のコードがねこういう曲とか言ってましたけども、あっという間に、最後の曲になりましたね。早いっすね。早いっすね。3曲しか用意しておりません我々前座は20分巻くという、次に押さないようにのというね温めるだけ温めて次につなげという指令が出ておりますので全然です、ね続いての曲はですね、サザンオールスターズの曲をやろうと思うんですけれども、ね、ちょうどね桑田さんが、すごい楽だったみたいなので、また復帰をね願いたいと思います。ちょっとここでねコマーシャルだけさせてもらって、ここにね、来ていただいている方の中でねお客さんの方もいらっしゃいますけども、東大町ですね、ミュージックバーハートランドというお店があります、ここは
弾き語りをしてもよし、ね、我々というかいる場合はですね弾いてもらいますけども、それを伴奏に、歌ってもらってもいいという曲で、あ、曲じゃない、店です、そういうところで、ね、楽しんでもらえればと思いますけども、今日ねパンフレットがありますけども、詳しい、ところが知りたいなという方は、QR コードがあるのでね、そちらをこの暗い狩りではなくて明るいところで、ちょっとチェックしていただければと思います。そしてね、今日はね、普段この3人ですけど、今日は、そのお客さんの一人、その茅ヶ崎出身、よろしいですかね、茅ヶ崎で、はい、こっちに来てからね、一度も叩いたこと、あのバンドでやったことがないと言ってね、うずうずしてました。今日も大きな音で頑張っているカール君です。あれ、もう終わり5分ぐらいやったドラムソロ入れなきゃそういう曲じゃないでしたね、じゃあ最後の曲、ご存知の方は一緒に歌ってください。ね、1980年もう30年も前の曲ですね、イナセのロコモーションという曲です。夏にねぴったりのノリノリの曲ですので、皆さん一緒に乗っていきましょう。ではラストナンバー、稲佐のロコモーション。
ございました。続けてね、ラオさんの素敵な歌声が聞こえます。よろしくお願いします。ありがとうございました。